でしょ。その、音のこと言ってんか、ジョン・レノンとかの話とか。で、その周波数、音がなんで相対性理論と関係あるのって思ったかもしれないけど、ね。で、それ宇宙では、ラーノートは 440Hz。地上ではラーノートは 400Hz だと。その地上の 400Hz のラーがジョン・レノンを狂気に誘ったっていう話やってるけど、これ理解するには絶対相対性理論でしょ。でも相対性理論って速度論でしょ、速度。でみんな、まあ、速度の話してあるんだよな、アインシュタイン。だけど、周波数も速度か。でしょ。じゃあ紫外線とか赤外線などを含む光、色な、もう速度か。周波数論なんちゃうの？相対性理論って。じゃあ、初めて分かるのは相対性理論と般若心経は同じこと言ってるんちゃうかって。しかも、アインシュタインは結局相対性理論で速度のこと言って、ほんで、まあ、タイムマシンの原理について言うあったけど、ちょっとは言ったってことやろ。般若心経もじゃあ、タイムマシン理論ちゃうの。で、すっと思うわな、そうやったら。な？速度が違うと別の色になるし、速度が違うと別の音になる。な？光の音の方が遅いって聞いたことあるだろう。な？で、光より音の方が重い。で、遅い。な？大きい粒子としてな。そう粒子としてな。で、光も素粒子、光子やろ。音も素粒子。なんていうかな、な振動に関する素粒子、空気中の振動によって音が聞こえるとか、あ、なんか当たって音が聞こえるとか、空気がないとそれが聞こえないとか、なんか空気の音なんですよ。で終わってるでしょ。な空気の音って何？じゃあ空気って音の周波数なんですか？って違うのよ。でそれカロリー論にも似てるやろ。カロリーはまあ、食物こういう、まあ、クエン酸カイロなど、そうで、代謝したら、発生しますよって。え、これ、物質ですか？いや、これはただの数字でして。ただの数字？それ、素粒子ちゃうんだら、質量は何だったらね。熱量って熱、素粒子ちゃうん違うの？だから、重とかカロリーになっちゃう。貯めたら重でしょ？使ったらカロリー。みんな貯めることをカロリーって言ってるけど、本当は貯めたら10、使ったらカロリーになっちゃうの。そこすらもうみんなむちゃくちゃやろ。素粒子のことを考えるときに、ほんまに混同と混乱、激しいやろ。実はこれが相対性理論やねん、じゃないやろ。そんなこと言ってる場合かって。まあ、もうこんなギャグも今時の教授も多分、何なんだか言ってるかもしれんしね。これも相対性理論やねん。であるからして、ここまでワンセットのギャラでやってあるよね。さあ今の、一瞬で書くか、じっくり時間かけて書くか、どちらでもいいから、どちらかの論文にしたナイス、面白いですね。一瞬でパッ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 それかどっちか今だからああ、大学でそんなとこちゃうで。こんなとこや、もう。知らん。行ってへんか、最近。最近行ってへんか。音楽にしか行ってなかったことはない。耳が開くの。で、それで、結局何だったかな、明らかにね、素粒子違いっていうのも速度違い。なんでしょ、それやったら。でもそれは色違い、ね、音違いでもいいし。じゃあ、素粒子、ちっちゃいか大きいかって区別になるだけですわ。なんで、じゃあここは光の役目があるんですかとか、ここは音の役目があるんですか、どこは熱量の役目、どこの役目があるんですか、どっち、ここは時の時間の役目があるんですか。ええー、って、それ重さ論、時間とか光とか熱量とか、
音とかいうのそれ役割を重さで違うんですかって。じゃあその重さの違いを私たちはその音とか光とか熱量とか時間という違いというのに解釈しているに過ぎないんじゃないですか。ついてくれるかね君たち。最近の人はついてくれるわな。こんなんやってんのからな。こんなん見て聞いてる人は、ね、ついてこれるはずやな。わざわざうちの人間の人についてこれてピスってんのじゃ。わけもわからんと腹立ってこんな難しいこと言われたか。わ俺の理解できんことを言うやつこの人に言わせるわちゃうで。これやってる人にうちが言ってることのレベルは十分分かってるし、うちの興味持つってことね。だって、分からん人は分からんねんから、こんな話な。警戒せんでええねん、別に。うちの言ってる話が分からん人は、絶対分からんねんから、警戒せんでええかな。あれ、だから、じゃれてんのかやったら、じゃれ方知らんねんからな。人間関係、気迫やから。人間関係結んだ経験がない人たちやから。あれが挨拶と思い込んだの。これ、うちの方言やね。向こうにとってこれ、なんか変わって、約束言葉で変わってるやつら、どんな相対性理論やな。で、向こうはなんか、しゃあないからめっちゃ嫌な、ケンケンした。向こうの汚い言葉使わないけど、これ汚い言葉ちゃうねんで、なんでこれ汚い言葉だと思って、誰にならって。なだからネット人もめっちゃ失礼なやつ。って思ってるけど、ちゃう。人間関係ないだけだよ。だからなんでこの喋り方、どこが、柄悪いか教えてくれや。あんたらが使ったら柄悪いんか、ほんだら。な？あんたらが悪いねん。あんたらが悪い言うやったら、あんたらが悪い。これも相対性理論やんね。絶対真理ちゃうんだよね。わかんないよね。